立ち録で YouTube 見てるし、立ち録で自分の YouTube を見る。すごいですね、これは。マックスオリド86でマックスオリドの YouTube を見る。熱くなっちゃったでしょ。ナビいらねえと思ったけど、やっぱりいるな。いるでしょ。来週月曜日にナビをつけた。ナビつけました。全体で買ったらまず先にキーホルダーをつける。先にキーホルダーをつける。先にキーホルダーをつけてもらって。オリドさんちゃんと操作できるんですか。これはね、俺はあんまり得意じゃない。ナビにどうやってやるの。左スクロールするとナビのメニューに。ああ、はい。もうこの時点でさ、吸気温がさ、結構するでしょ。パスワードが分からなくなっちゃったけど。でもいっぱいあるじゃんだって。確かに。大文字ってこれどうやったんだ。こうやって一個一個こうなんか車が新車から出来上がっていくってのはいいですよね。一つの楽しみであり。そうだね。剥がされております。コーティングできない。確かにね。こっちの上側はね、残していきましょう。これやっぱり最初にコーティングするのは基本ですか。折れちゃう前にね。うん、岡田店長の指示で。終わりました。ありがとうございました。いや、お疲れ様、終わりましたね。ありがとうございました。順調にいきましたね。装着して、後でちょっとそのモニター見ますけど、やっぱ迫力ありますね、9インチは。大きいです、だいぶ。ね、これちょっと使いこなせるまでちょっとなかなか、これでね、ちょっとドライブが楽しそうになりますね。早速 ETC もついて、普通に高速も通過できます。めっちゃ綺麗になりましたね。あのなんか水垢っぽいのがなくなった石さん。気持ちよさないですか。バックスロードの車の方が汚いのはまずくないですか。確かにね。さすが。水が凍るから、ここ結構重要ポイントだ。重要ではないですけど、これなんか綺麗感があるじゃないですか。なんだろう、やっぱ黒が黒いって大事なんですよ。そんなイメージです。あんなに明日って言ったらかっこいいよ。エアロまでつけるって言ってたのに。そうだな、やろ。明日でもどうなる、立てって言われるから。ああ、取っちゃった。取っちゃいますよ。つけとこうかと思いましたが、儀式取っちゃいます。もうなんか後ね、何回このビニール剥がせるかするとか。これでちゃんとこれをね、ここにやっとく。もう普通の方はこれで完成だもんね。そうですよ。まあちょっとこれでしばらく乗ろうかなぐらいですね。そうだよね。まあでも僕もさすがに車高は下げたいな。何カツも下げるとちょっと乗り心地が悪そうだ。結構やっぱ硬いよ、ノーマルでも。うん、なんか硬い。もうその時点で、感度マックス最強。これは今ベースのやつがついてるってことなんですね。今までのやつがついてる。もう乗り出し全然違います、ね。全然違う。昨日までこの下の踏み込んだところのトルクが全然なかったんだけど。ヒュッとすぐ立ち上がるんで、ただやっぱりちょっとこれの 2.4 リッターのこのコンピューターの特性に合わせてスロットルやんないと、このままではダメ。でも昨日よりは全然ちょっとギュッと立ち上がりすぎちゃうと思います。
間違いなく効果はあるってことですね。そうそう、あのね、確実に効果はあって、うん、ZN6 の感度爆弾かなりみんなに使ってもらってるんで、熟成されてますね。熟成されてる。いろいろテストして、テストして、自分が街で使って一番フィーリングのいいところでセットしてるんで、うん、結構難しいんですよ、そこの感覚って。スロコンってなんか昔のスロコンのイメージってこうグワッと立ち上がっちゃうようなイメージがあるんだけど、そう、なんかアクセルレスポンスをよくだけしたみたいな気持ち悪い感じなんだよね。また ETC がないから ETC やろう。行くぞか、ETC つけたけど、まださETC セットしてないよ。機械がついただけってやつ。ETC つけたけど、まだ ETC 使えないじゃん、これ。ETC カードを確認してください。はいはいはい。ETC がまだ入ってません。すいません。ごめんなさい。うちのキャサリンがうるさいもん。昨日俺気がついたんだけど、これ車が来ると、ここにオレンジのランプがつくのね。後方からこう車が近づいてくると。なんかあの YouTube で書いてた人いましたね。これも知らなかった。上の感じは変わんないですか？上の感じも良くなる。全体的にこう傾けされるから、なんか速くなった感じがするんだ。実際に馬力が変わるわけじゃないんだけど、ここに行くまでのほら、ついたドアこれ知らなかったの。ドアついた。しかも結構つきますね。結構パッと入るから安全かもしれない。故障？故障じゃないです。そんなもんみたいな。ちょっとあの車線変更してるだけだからね。この間の動画でこうトラックモードにするとレスポンスがちょっと悪くなるように感じているのは、上を逆に良くしてるから下がね、街中の下がないように感じただけなんだね、これ。今だってすごいすごいレスポンス今。感度マックスいいよ。良さそう。だからこのままだとちょっとこう急激すぎるところがあるから、それをちょっと本当に車両に合わせてしっかりセットアップ取っていけば、かなり少なくとも 今現状で下は相当いいからね。実際多分もう高速走っちゃってる時のこういうところのフィーリングは全然気になるんだ。すごくいい。街中なんですよ。街中の本当に普通に走り出した瞬間であるとか、街中でギアチェンジした後とか、そういうところのフィーリングを良くしたい。ちょっとこれはしっかりテストしたいです。特にやっぱり ETC が利用できません。また怒られてる。いいですね、9インチ、9インチでかい。これね、これ絶対つけるべきです。どうもね、これあれですよ。あ、いや、これ ETC 専用来ちゃった。いつもの癖が。いつもの癖が。ETC 専用来ちゃったよ。やばいやばい。ごめんなさい。すいません。お、やっぱいいですよ。やっぱり出だしかない。この辺のトルク感が全然良くなると思う。この昨日この間走った時はここもうスカスカで、なんだろうなみたいな感じだったんだけど、全然いいですよ。感覚なところだから重要なんですよね。そう、なんだろう、例えば右足をこんだけ踏みましたっていうと、エンジンのこうトルクとか馬力とかそのあれによって人間の脳がなんとこのぐらいいくだろうっていう自分で合わせ込むわけで、それがずれるとちょっと気持ち悪くて、こんだけ踏んでるのここ動かないなみたいな感覚があると、なんかね、リズムが合わないんですよ。それがなんかこう気持ち悪さにつながるんですね。気持ち悪さ、そう。特に日本車ってその辺わざとちょっとレスポンス落としてるんで。危ないからですか？危ないから、わざとレスポンス落とすことによってドライビングを少しマイルドにしてるっていう。だから今回俺がちょっと聞いてる話では、やっぱそこを BRZ と86では少し切り分けてるっていうね。ちょっと BRZ の方が全体的にマイルドに感じる人が多い。BRZ の方がマイルドに感じるってことはもっとってことですもんね。そう、今86、俺のイメージは空上のそのレスポンスがこうギュッとスロットルを踏んだ時のキュッと立ち上がり感、
レッドスロットの開く感じね、うん、これ GT かなんかもセッティング結構やるのよ、こうダイヤルで走行中に、まあ、それと一緒でアクセルをこんだけ踏んだ時に何パーセントスロットルが開くか、こんだけ踏んだ時に何パーセント開くかっていうのをゆっくり立ち上げるか急激に立ち上げるかで、そのパッというアクセルレスポンスがすごい変わってくるんだよね。実際速くなるわけではないんだけど、自分のアクセルペダルに対してスロットルが開くスピードが速いと結局速く加速しようとするわけだよね。それアクセルを踏まなくても体感的にそう感じるとだいぶフィーリングが変わるから。そうなんだよ。そうだから、ECU とかやるのもありなんだけど、ECU では全体的に点火時期とか燃料とか、うん、いろんなのでこうトータルのトルク特性っていうのを上げていくんですけど、スロットルをやるとちょっとギクシャクしちゃうことがあるのね。カンドマックスのいいとこは元々のその持ってるスロットル自体の筋肉量を上げるような感じなんで、運動性能を上げてるんで、それをちょっと調整してあげるっていう。だからノーマルの ECU から出してる信号っていうのは変わんない、うん、それに対してスロットルをどのぐらい開くかっていうタイミングをちょっと調整してあげる。世の中的に言うスロットルコントローラーとは違うわけですよね。だいたいスロットルコントローラーってこっちのペダル側の信号を少し数字をいじるわけ、うん、それとは違うんだよね。これからしばらく乗って嫌なところを探る。だいたいテストどれくらい期間かけるの？相当かかる。ダメなやつはもうそれでそのまま終わりだし、アクセルちょっとだけでもギューッと加速するようになったわけ。昨日まではちょっと踏み込んでからグーッと加速感が出るから、そこはちょっと気持ち悪いかも。今日6日だから2日ぐらい乗ってるんですもんね、うん、ちょっと。そうだね、あの昨日の夜乗って帰ってガソリン入れて今まだ14キロ近く乗ってるです。そんだけでも乗ってると違いが全然わかりますよね。全然もう昨日の帰りと今日の来る時は違和感がすごい大きかった。気持ち悪かった。発進にすごい違和感シフトアップしてもなんかギクシャクしちゃってて、スピード出しちゃうと全然気にならないんだろうけど、普通にこういうところがすごい気持ち悪かった。でここからこうぐーっとこうシフトアップした時にすごいギクシャクしちゃってて、だから多分変にそれはスロットルレスポンスをすごい上げたからちょっとそういう感じが出てるのかもしれない。差を出そうとしたのかもしれないですね。なんかそうだからちょっと差をわざと出そうとしたのかもしれないね、演出的に。はいはい、グーって加速感が出るから。これは BRZ の人もつけられるんですか？ BRZ もつけられるけど、 BRZ は BRZ でテストしなきゃダメだね。踏み込んで加速しちゃえばもう全く気にならないですね。いい感じですね。それは元々の特性があるからですね。そうそう、元々の特性と感度マックスの数っていうのがこう重なってくるんで、そこは全く問題ない。またバッテリーもやりますからね。あ、バッテリーもだいぶ大きかったんですね。だいぶでかい。今までのちょっと86用のバッテリーはちょっと小型のバッテリーを使ってたんで、うん、この新型に関してはちょっとバッテリーサイズを上げようと思って、バッテリーそのサイズを上げると天候モデル、ZN69 型モデルでも使えるんで、うん、まあこれ今スバル BRZ はもともとこのサイズだった。あ、現行でも。あ、そうそう、現行っていうかあの1個前、現行型でも、はい、BRZ はこの寒冷地仕様のでかいの使った。トヨタはやっぱ軽量化のためにちょっとちっちゃいバッテリーを使った。ただその辺はしっかりとあのパワーチェックもしながら、まあ、街のテストをしながらしっかり数字も見ながらやっていきたいなと思ってます。実際このスロコン自体は数字変わるわけじゃないんでね、うんうん、でも体感のあの、そう、一番体感できるところ。なかなか難しいんですよね、このテストは。より良くしたいわけですね。当たり前ですけど、またね、こだわっちゃうからね、俺が。現行じゃない、1個前の86も相当かかったって言ってましたもんね。そうだね。じゃあ期待してる人も多いんじゃないですか。そうですね、いいものを出したいですね。時期的にはどれぐらいなイメージですか？多分意外とすぐ来年2月ぐらいにはいけんじゃないかな。全然この辺の乗り味がこの間と全然違うよ。なんかこの間この辺なんかなんか気持ち悪いなみたいなこと言ってた。そう、ずっと言ってましたもん。なるほど、やっぱトラックモードとノーマルモードだとスロットルの変化量が結構あるな。この前の動画見たらノーマルモードの方がいいんじゃないかな。そう、あのゆっくりの時はね、ちょっと踏み込むとやっぱトラックモードの方がレスポンスいいんですよ。これ毎日レポート動画載せられますね。ただね、あ
明日、明後日からいなくなっちゃうんだよ。こいつはちょっと一日、富士スピードウェイまでライブ兼ねて、奈良市兼ねて乗ってみる。そうかそうか、まだ奈良市中ですもんね。奈良市中なんで。奈良市はどれぐらいまでやるんですか、普通の今の車は。2万2000キロぐらいはゆっくりちょっとやろうかなと思って。エンジンっていうか、あのミッション、うん、ミッションをちょっと優しく仕上げていきたいですね。最初はやっぱり渋いんですか、ミッション。硬い。でももうすでにこの前よりはちょっと入りやすくなってきてる。坂がまだ10キロ、20キロだけど。みんなね、奈良市どれぐらいやるんだろうって実際問題あんまり。まあよく3000キロとかっていうね。でも昔ほど気にする必要はないと思うけどね。じゃあ小田さん大体2000キロぐらいってことですね。2000キロぐらいですよね。まあ2000キロぐらいで1回ちょっとオイル交換して、オイル交換してからちょっとずつ回していくみたいな。気になる方はちょっと参考にしてもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いい旅でした。え、岡田さんチェック、はい、楽しみ。全然いいっす。いきなり全然いい。いきなり全然いい。日常で乗ってるからね、86も。全然いいっすよ。へえ。マジで。またへいへい言いまくってるし。これへいへい言うのね、消すのめんどくさいんですよ。編集の時に。そう、自分で言うのもなんだけど、うん、これはいいや。本当？まあ全然いいっすよ。昨日ちなみに乗った感想は？気持ち悪くて。僕今現行の86乗ってるじゃないですか。で、感度マックスが入ってて、でうちの ECU が入ってるんですけど、すごい、あの俺さんの街乗りメインのパーツ好きなんで、まあ、そのパーツをつけてるわけじゃないですか。そうするとめちゃくちゃ乗りやすいんですよ、純正よりも。だからこの GR86 昨日乗った時に、俺のグレーの方が乗りやすいなみたいな。俺のグレーの方がぶっちゃけ乗りやすいなって帰り道思ったぐらいなんで、なんですけど今乗ったら全然いいっすね。例えば発進してちょっと行って曲がるとか、全開になっちゃったら全然変わんないんでしょうけど、でも街中で全開にすることってほぼないじゃないですか。ないですね。です。もう全然だって、昨日ここなんてこの回転数出すの超難しいですよ、多分純正だったら。これ今アクセルこうやってやってるんですけど、ここよりも先にこの辺になったらこうなるんですよ。でも多分純正でこの辺でこの動き出すのめちゃ難しいと思う。それはシビアってこと？ここがいないんですよ。ない、いない感じた。この回転数がないからどうするか。いや、まあまあ、でもほらね、こういうところなんてほらもう1500から2000前半くらいじゃないですか。発信して感じれる。それが瞬間わかるってすごい、ね、瞬間ですね。もう瞬間言ってたもんね今、はい、もう違うな全然って。でもこっからってことはさらに良くなると思うかもね、ちょっとやってみて。そうですね、はい。あとこの GR86 と BLZ がこのスロットルの味付けが違うみたいなんで、今まで現行は 86BRZ 用っていう風に僕ら販売してたんですけど、 GR86 用と多分スバル BRZ 用みたいなで分けなきゃいけないですね、多分。全然いいっすよ。もうすでにいいっす。すでに俺もつけよう。これはいいや、早速つけよう。これでやっと86になった感じ。このつながり、なんかこれだと今僕らのその ECU をやった車みたいな感じだから、すでにまあ排気量もトルクも上がってるんでね、余計に。ありがとうございました。